個人にくれるというよりは、一緒というか、ノンベルやなんかで一緒にやってくれた、私より年上の人もいますが、特に若い人たちがですね、たくさん頑張ってくれた、それを全体総称してですね、もらうんだな、それだったら代わりにもらいに行くかな、金もくれるみたいだし、宴会もできるし、若い皆さんに感謝をしておりますが、賞金は俺のものだなというわけで、話の最中もいろいろ考えたんですが、面倒くさだったので、こういうタイトルで、いただいたことになっております、よく知ってる身内の方々には、おいおい、温暖化なんかちょっとくらいって、いつも言ってる木本さんに、温暖化で社会発信、情報発信でやってくれるっていうのはね、世の中ね、謝礼がわからないと楽しめませんので、どうしようと思って、お金もくれるし、懇親会はただだし、宴会もできるし、でしかもですね、自慢話を25分もやっても誰も文句言わない質問禁止ですですので、今日はですね、先ほどの方もそうですが、大抵の方はそうですが、お世話になった方の名前を並べてですね、ありがとうっていうあれなんですけど、今回私そのスライドを持っておりません、なぜならばこの話全体が今まで一緒にやってくれた人に対する、感謝の、あれで、名前を普通挙げるわけですが、名前はどこにも出てきません、私が思い出した限りで言いますので、これ書きますとね、俺の名前なかったじゃないですか後で、言われたりしますので、それだけその問題を避けるために名前書かない、で忘れたらごめんねという形でやりたいと思います。で自慢話って何を自慢こんなに何もやってない人に、こんなタイトルで自慢話があるの、あるんです、うちのチームは最強だという自慢話をこれからしたいと思います。まずですね、ひょっとして、ホームページに載っている受賞理由の、文章をお読みになった、あれ誰かが一生懸命、書いてくれたので、そのもんかなと思ってちょっと流しちゃったんですけど、いくつかですね、修正をしなくてはいけないんですけども、それをこれから25分かけてやりたいと思ってますが、まずですね、不幸モデルを開発したっていうけど、私が開発したわけじゃなくて、うちのチームが開発したということで、不幸モデルもいくつかございますが、うちのやつは魅力と呼ばれているやつでございます。で、私の一番の業績はですね、割と早いうちから、この GCM 検討会というのを、やってですね、これは仕方がない、仕方ないというか、松野先生と、ふみさんに、一つでクビになりかけてたところを助けていただいてですね、当然呼んでいただきまして、気候システム研究センターというところは、モデルを作ることになっているので、そうですか、それは結構ですね、いうことでしたので、モデルを作らなくちゃいけないということで、沼口さんがだいぶ作ってくれたりとかありましたので、幸いでしたが、開発をしていかなくて、私も住田も数値が多かったこともありましたので、開発というのは結構テンション高くやるもんだというのを学んでいかれましたので、ミーティングやるということで、これいつからやってたかちょっと記憶がですね、定かじゃないんですけど、メールの検索で僕はこう見えて割と几帳面なんですけど、今までもらったメールとかね、出したメールとか全部記録取ってあります。あの時お前がこう言ったと、揉め事になった時に大変なことになりますので全部覚えておりますが、 GCM 客とかで検索しますと一番最初にできたのは1995年ですね、確か高田さんなんかいらっしゃってですね、高田さんから GCM 検討会どうしますかメールを来てて、多分本格的に始まったのは97年ぐらいだったと思いますが、その頃ですね、地球シミュレーターというすごい計算機を作るんだという機運が盛り上がっておって、これは松本先生が、地球シミュレーターみたいな、原子力関係もちょっとおっしゃってたんで、代わりに、そういうものを作ったら、その業界は何かできるかと言ったら、松本先生が2つにして当たり前だと言ってくれたので、そういう計算機ができることになったわけですが、我々の大学では、モデル開発をしかしてないことになってましたので、それができたらですね、大活躍をしなくちゃいかんという運命がありまして、
私だったりとかですね、実に充実した活動をやられてたというふうに聞いておりました。で我々も、まあそんなその頃はすごく、充実してたということを聞いてましたので、まあ10周年モデル開発なんかするんだったらできればそんな感じになるといいなと思いながらこの頃の活動を、取ったわけです。で高解像度、まあ地球スネッター世界一のコンピューターだから、高解像度、高解像度って言ってもね大気が T106 ですから通信他から来たのにとってはもう10年前から見てる解像度なんで、まあ、ちょっと高解像度っていうのは自分ではあんまり言ったことないんですけど、まあその程度は高解像度かなと思いましたけど、まあしょうがない、それでも、その IPCC やのなんかの温暖化を計算するにはですね、半年近くかかりますので、いろいろ苦労してこの頃大活躍したのがですね、エモリっていうんですね。で海洋では、ハスミですね。で魅力っていう名前はハスミが名前付けてそれまで僕はちょっとコソコソと一人でやってたモデルはですね大気海洋結合モデルでだから空海ということで、空海ですね弘法大師の人ですが、だったんですが、ハスミは根がいやらしいやつですから、自分が作るモデルは、空海は人間だから日本人だから私のモデルは菩薩であるということで無理やり魅力というアクロニムを捻出いたしまして、魅力という名前になって、でそこで木本さんはですね普通だったら、おいっていうとこなんだけども、まあ、結構いい名前だなと思って、採用してきたということですが、結構江森さんなんかはかなり献身的に、働いていただいてですねやったんですけど、最初地球シミュレーターって一番最初5年ほどモデルを走りました。目標は200人走らすことなんですが5年ほど走らせて、南極の氷見たらこんな感じに、なってまして、氷がもう空前の灯火状態になっておりまして、全員、死にすぎたから、絶対としまして、ちょっとこれはまずいということで、2ヶ月ほど、まあ、その頃柏じゃなくて駒場ですけども、いろいろとああでもないこうでもないということで、まあどうやってやったかは秘密ですが、こんな風にですね、直しました。でその他にもですね、まあ、この頃はあれ続きません、動きました、これはモデルの雨なんですね。これは、衛星のデータですが、なんかこれあれでしょ、ポツポツしてるでしょ。でこれをその頃パラパラ雨問題と呼んでまして、 WGCM 検討会で毎月のようにどうすることになるのかというようなことを、話させてたんですね。で、この時は江森さんは、石油大量パラメータリゼーションの、エントレメントを取り込むエントレメントを起こすときに、外の湿度にちょっと依存させるというような形で時岡さんがやられたと、まあ、似たようなコンセプトとしては似たような感じ で、まあ要するに石油大量パラメータリゼーションに問題があるのか、こんなの見るだけでも分かるのかということで、これもですね、まあ、この時は、その、まあ、割とは簡単な、簡便な方法で、直して、こっちも似てるじゃないですか、ですね、直して、それで、まあ、公開浄土というぐらいだったんですね。なんだったら、梅雨前線出さないと、その頃までの GCM って、梅雨前線なかったんですよね、大きな声で言うの、今だから言いますけど。日本、モデルとか言って、公開浄土とか言って、バイオセンスなかったかっこ悪いですが、でこれがその当時、世界中持って歩いてですね、これ本当は動くんですよね。要は面倒くさいから動くはしませんけど、CO 前、CO 後って言って、外から、そこからだと見えないじゃないですか。上が公開だと、太陽が横からですね、全然違いますね、って書いてあるんですよ。まあ、こういうのを持ってですね、日本の日の丸、の張ってですね、いろいろと営業してたわけです。で、その後です。あ、それで、まあ、そういうのを、5年ほど、続けてですね、なんかこれは日系の人から賞をもらったんですが、まあ、僕はこういう写真が撮りたかったんですね。で、まあ、割と早い段階でですね、まあ、うちのチームも結構、まあ、ちょっとこれには匹敵しませんけどね、これだって荒川明夫です。他にも皆さんも知ってる、まだ生きてたのか、ですね。先生方がいらっしゃいますが、まあ、似たような写真が撮れてよかった。それで、その後もですね、まあ、一遍入った、一遍魂を打つとですね、なかなか業界から抜けられませんので、その次のプロジェクトがあって、これ毎回この売りを考えなくてはいかんですね。で、割と
観測データとモデルをくっつけたいと思ったんです。でデータ動画がしたい。昔エルニーニョ予測やってた頃そういうことをやってましたので、それをもう一回本格的にやりたいと思ったので、その温暖化もやっぱりここから先 今の状態からこの先10年20年がどうなるかを知らないとダメなんじゃないですかというようなことを言って、近未来予測ということで、やってたわけですが、これも、極めてラッキーで私が別に発明したわけでもないし、データストッパーがやりたかったからそう言い始めたんですけども、まあ、世界の恐竜もこれは多分ね、近藤裕樹さんが世界へ行って次のプロジェクトでは、こんなことをやりたいと日本の若者が言ってるよというようなことを宣伝してくれたおかげだと思いますが、ある会議に行った時にですね、炭素循環の会議だと言ってしょうがないなんて言って行ったんですけど、そしたらアジェンダの半分がですね、近未来予測になってます、ディケイダルプロジェクションというのになってまして、えっと思ったけど、なんかジャパンが公開領土で地球シミュレーターで、売り出したから、次はこれするのやるんだと。でもう世界の皆さんが、知らぬ間に、この頃 CIP5 とか、IPCC、今回出た IPCC のことですが、それの目玉は、公開浄土、気象圏がやっているような、公開浄土の AGCM、それから、近未来30年ぐらいの予測、それから、炭素循環で300年ぐらいの予測ということで、たまたまか近藤先生の、宣伝のおかげか、世界の恐竜とですね、日本のプロジェクトがぴったり一致してですね、連絡を投入できたというわけです。で、その後、そしてイベントアトリビューションとか、ほんでまたデータ動画もですね、この頃はちょっとインチキでやったんですが、インチキはやっぱり嫌だということで、アンサンバカルバムデータを最近、やるようになります。で、まあ、そうこうしてるうちにですね、で自慢のある人ですからね、これがビノコ3バージョン3、こっちがバージョン5、こっちが、今の、IPCC の特許に引用されているやつですが、赤字が、直したそうですね。全部直した、で、これ見えないと思いますが、よく見ていただきますと、パラメタリゼーションのほとんどが、国産の、パラメタリゼーション、境界省中西任用、であるし、それから先ほどのパラパラ雨の問題に関して、四季楽君が荒川修馬と差し替えて入れ替えてくれますので、まあ、そういうの含めてですね、全部、だから、ね、堂々と日の丸を貼ってですね、日の丸貼ったら後ろが見えないと言われる。ましたけど、そういうふうにして、まあ、最初の頃はですね、日本モデルといっても、結構、スキームを張り物だった、多いの。これはもう、本当に自慢、私がやったわけですので、いろいろ関わった人がみんなやってくれて、で、まあ、我々の下品なスライドでございますが、今回、出た ICTC の報告書、そこで使われている CMIP5 という、この国際総合企画に。の論文が何百で出てるのか、750ぐらい出てますが、その中で魅力グループのモデルというのは引用数が、最近負けたんですよね、UK 英国気象局について世界2位、これは下で出てるんですよ、引用回数が多いから、いいモデルだから、まあ、結構わけがないです、わけがないんだけど、まあ、でもとても嬉しかったので、ちょっと下で言ったら文科省の人がものすごい気に入っていただきます気をつけなきゃいけませんね。されて言ってるつもりが本気で取られる。まあ、それは本当はいいんですけど、まあ、あんまり得意になってると怒られます、この人に怒られます。知らないかもしれないです。どうしたか、変わっていただきたいと思います。で、これだけ我々に言えると、まあ、この量は飲んでございますが、まあ、そういうことも自覚しながらですね、で、その当時、地球地メーターができて、2004年8月31日か、計算の締め切りで、4月頃から始めてですね、もう何ヶ月か、もう計算始まったら後には戻れない、失敗したらおしまい、誤っても許してもらえない、そういうテンションの中で、やってたわけですが、実は、初めからですね、私がこういう図を描いて、記者発表するというか、まあ、記者発表かどうか知らないけど、成果をこういうふうに上げるというのは心に秘めております。ですから、計算ができ始まって何週間目からずっとこういう絵ばっかり描いてて、今井さんも同じように描いてくれましたが、何かと言いますと、温暖化ですから、二酸化炭素を増やせば、気温が上がるのは当たり前ですので、夏日が増えますよね、当たり前。そうじゃなくて、その強い雨の頻度は増えますよ。これを今回のメッセージでしよう。梅雨前線が表現できました。そんなもん世間の人にとってはどうでもいいことなので、これを絶対に、メッセージするということを決めてまして、
警戒状態で、緑の方が大阪城に近いです。そういう、まあ、グラフ で、地図で見ても、衛星の観測に入る場所は近いけど、オレンジ色は近くないですよ。でこういうふうに、しとかないと、強い雨の頻度の話をしても誰も信用しないですよという形で、これも絶対にこのこういう論文を書かなくていかない、最初から決めてやってたわけですが、まあ、今はこういうふうにするのが当たり前だからあれなんですけど、これこの頃、なんとかビップの会議に、ジェリー・リーグさんという方がご存じです。ジェリー・リーグさんは親日派のいい人ですから、また、このスライドをくれ、わざわざと周りの人に聞こえるようにですね、ハイレゾリューションになるとこんなところのチューニングがいなくてはいけないんだなってわざと言ってくれるというですね、大変、ありがたい親切な方でございました。というわけで、もうちょっと見方を変えますと、温暖化するとこんな感じで、雨の降り方は変化する。今ではもう当たり前のことのようになっておりますが、まあ、そう思ったんで、時に、書きました。そうしましたら、トラと猫、あ、トラと猫じゃない、犬と猫、我々とは犬猿の仲と言われてた中国研究所の方からですね、こういうグラフ、営業で一緒になった、これ字でしたどうですか、論文の続きはちょっと違うかもしれない、言ってることは一緒ですが、まるっきり同じことです。これはこちらは20世紀の、データと観測データを、100年分集めて、調べたらこうなってた。で、この時、藤井さんはそんな人じゃないですけど、思わず、楽屋で私は抱きつきたいと思いました。藤井さんはそんな人じゃありませんので、うまいこと避けられましたけど、とても嬉しかった。で、少し、地震が出たので、その、なんていうかな、温暖化したときには、雨の降り方の変化に注意をしなくてはいけませんよ、あちこちの営業に呼ばれたときにですね、言ってます。で、今はまあ、そういうことを言った通りになったということですが、で、その後、近未来予測っていうのをやったんですが、これでね、理由書に書いてありますが、世界で初めて、別に近未来予測世界で初めて私たちがやったことがないんですが、なんだ、TBO とか、太平洋について初めて有意な予測可能性があるといったのは、一応我々のグループが初めて、これは望月がですね、脅威の粘りとして、ピーナスという、ピーナスという雑誌がありますが、そこへ押し込んでくれてですね、で、まあ、これは3、4、5年目の平均の、これが正解、こちらが予測というやつですが、まあ、なんとなくそんな感じするのか、まあ、この手でですね、逐一ぴったり当たるわけではないですが、まあ、エルニーニョ先にも、なんか予測可能性はあるんだなということで、まあ、温暖化は 3年じゃ温暖化と関係ないじゃないかと思われるかもしれませんが、まあ、個人的には、これをやりながら温暖化もできるし、でモデルも開発していって、道具も手に入るという一石二鳥なので、とても嬉しかったというわけですね。あと、それからですね、GCM 検討会始まった当初からですね、気候感度問題というのは、毎回話題にしておりまして、私はあまり気候感度は得意ではございませんが、今は気候感度研究会で、気候感度、GCM 検討会のサブグループで、気候感度の練習がおりまして、ここでもですね、これは塩川の論文ですが、これは何が世界初かというと、マルチパラメータ、パラメータも振りました。それから、フィジックスのパッケージも振りました。これは渡辺君が、フィジックスのモデルを教えてくれて、フィジックスのパッケージを、いろいろ差し替えてた経験があったので、できたんです。それで、たくさんのアンサンブルの一つのモデルで、魅力だけで、IPCC の範囲をカバーできた。カバーできたのは別に意外にあって、カバーできた。そういうモデルバージョンを持っているということは、それを調べて、どうして気候感度がばらつくのかということは調べられるということで、今、小倉君がそれを調べてくれてて、仮想温に感度がある、これはまあ皆さんおっしゃっていることですが、パラメータリゼーションによっては中層温、トンジスあの辺がも関係する場合があるというようなことが分かってきております。で、気候感度を言うときますけど、私は気候感度あまり言うと言いませんけど、うちの気候感度のミーティングはね、めちゃくちゃレベル高いですよ。私が行ってもね、何に比べてるかわからんぐらい、近年はレベル高くて、うちの、気候感度の、主要メンバーはですね、CFMIP とか、そっち方面の、国際会議では、引っ張りだろうに、
偏安事項、これを言いに来たんですよ。まあこれはよろしいですね、そうじゃないですよね。気象庁、こうやって自慢話してますけど、PGCM 検討は最初から言ってますけど、俺らのモデルがヨーロピアセンターに勝てるわけじゃないから、相手は給料も高いし、ヨーロッパで全力を挙げて、毎日予報をやってるモデルで、もう絶対勝てない。その時、ヨーロピアセンターを引き合いに出すんですね。本当は気象研究所にも勝てないと心の中では思ってるんだけども、ちょっと国内の名前ですね、ビビっちゃう、若者ビビっちゃうって言いますので、まあそうなんですが、じゃあ大学で、モデル開発するのをやめるかというとね、これなかなかやめられませんね。なぜかというとね、やったことないとできない実験があるんですよ。やったことがないと次のステージに進めないんですよ。というわけで今、悩んでるの、どうしたらいいか悩んでるんです。で、あとですね、役所の人に、おはようございますって言ったら、出口。言うわけ。
師匠、あ、なんかだいぶ水気がね、やめなさいね。民間気象会社の人にもっと気象情報を使ってもらって、気象業界を盛り立てたいと思うんですけども、なかなかそうもいかない、データが多いという問題があります。それから、これはまあ、なんかさっき GPS 使ったけど、GPS はただかもしれんけどね、水蒸気ライトはただじゃないですから、気象情報は日本人もみんなただでって言われるものと思ってますが、そうじゃないです。データモデルで、だけど、1ヶ月予報というのは、使えるようになってきたと思います。細かいことはありませんけど、結構使えるようになってきたと思います。もう、我々がひょっとしたらロレンツを超えたんじゃないですか。もう錯覚するぐらい、1ヶ月予報を使えるようになってきて、皆さんもですね、知ってる人に会ったら、気象庁の異常天候分析、早期警戒情報、これ何かというと、次の週の予報のことについて、ウォーニングがあるときに出してくれる。だから1週間、週間予報しか出しなかったと思ったら、次の週のやつも一応、外気予報として出してて、大事なときに出ております。結構当たっております。ですので、知ってる人がいたら、週間予報も可能になったよ。これは日韓のデータです。三浦君のものですけどね。日韓の、世間パラメータリゼーションを使わないと、マッケンジュリアンオシレーションが、ヨーロピアンセンターを当日的するぐらい、4週間先まで有用しない方がいい。これは日韓がすごいというんじゃなくて、日韓がやってるような、素人でも、できるということが大事で、なぜかというと、石油の働きを、今よりは少し正しく表現すると、そういうブレイクスルーも起こるんだ。じゃあその働きというのは何ですかという新しい、サイエンスを提示しているということになると。これは宮川モデルシューニングしたというわけで、いうわけで、そろそろ終わるかな。イベントはこれです。それでね、これはいいわ。これも、これは温暖化の影響があるとか、あるよ、ね。温暖化が 20% 頻度上げて、そういうことなんですけど、それに関係してですね、ちょっと2つだけ、最近力を入れている、アンサンブルをたくさんやって、温暖化適応策に資するような、いわゆる出口と言われるんですが、そういうデータセットを作っておりますので、いくら皆さんにお知らせしますから、宣伝してやってください。それからもう一つはですね、昨日もセッションありましたけど、150年飛行再開で、放送データ50年しかないのに、どっちが50年か、ここなの、パラマンフィルターを使いますと、表面、昨日のデータだけでも、上空が推定できますので、それを応用して、これが可能であると、私は信じております。パラマンフィルターやってるのは、その一点で、今の、これ石井、徳山を、中心にやってくれてる。というわけで、終わりましょう。今まで言った、ことですが、聞かれたら、ね、プロだから、答えなくちゃいけないし、それから分からんことは分からんという、それから、ですね、大規模都市計画を語らないという話は、この間の国の大先生が、温暖化のことについていろいろお語りになるので、あれおかしいですね。それで、モデルさんですけど、モデルがいるんで、いろいろ考えたり、あれしたり、こうかな、ああかなと思ったときに、モデルいるんで、手元に。ですので、いります。で、いるんだったら、人の中にしないようにしたいというふうに思っております。で、プロジェクトばっかり行きますから、プロジェクトばっかりやって、アホじゃないんですかと言われるかもしれませんが、プロジェクトは多少しんどいですけど、